今5時半でございます。あ、着いた。すいません、まだ遠いこれからでも川崎に出されるわけですもんね。そうですね、大体この時間ですね、毎日出てる。昨日は7時半ぐらいまでだって。現場でですか？ああ、家着いたの9時ぐらいですか？じゃあそうですね。寝たら何時ぐらいですか？11時半とか12時ぐらいですね。いやもう早く焼酎飲みてえな、もうもう焼酎飲みたい。絵面的にまだ朝なんで、はい、今日これから行く現場ではどんなお仕事されるんですか？今日はもう食い打ちですね。一番最初、建物建つための一番最初の仕事です。現場行けばこういうことなんだっていうのが多分分かると思う。タバコは何吸われてるんですか？赤のラークですね。最初丸物ずっと吸ってたんですけど、短いからすぐ吸い終わっちゃうんですよ。もうロングにしようと思って。赤ラークスって何年ですか？いやもう長いですね。7年ぐらいあるのかな。移動はいつもこの車ですか？移動もこれです。車種は何ですか？エンボックスです。140ぐらいですね。これ買ったの。もう一括ですよ。楽性ロックス。後ろもめっちゃ広いですね。後ろ広いですね。機材とかも全然入る。現場で同じ個人事業主の人いるんですけど、その人ハイエースなんですよ。だけどやっぱり軽買っちゃいましたもんね、この間その人。都内の現場ってやっぱ俺ら職人って多いじゃないですか。はい、ハイエースって入らない駐車場とかあるんですよ。狭いから。軽に乗り換えてる人結構いますよ。今個人事業主なんですか？俺個人です。最初属したんです会社、はい、属したんですけど今個人でずっと覚えてますね。個人事業主ってなれる人間ってほんの一部しかいないんですよ。職人の業界でも仕事もらえ方が分かんないんですよ。人との出会いとかっていうのがないんですよ。会社で属しちゃうと会社の人間しか分かんないから、うん、俺は個人事業主のチームを組んでですよ。みんなで仕事を渡し合いながら、うん、っていう感じで、まあ個人事業主はやっぱ倍もらえるんで金が。どっかの組織に属してる人間よりも。あ、そうです。倍もらえる。収入っておいくらでぐらいですか？はい、今だいたい90から100ぐらい。一月ですか？一月。やってんのはあれです、あれ、ああいうの見たときないですか？土あるでしょ。これが崩れてこないように土留めをしてです。これからこっち建物建つからここを掘るんで、うんうんうん、で山が来ちゃうじゃないですか、うん、食い打ちをしないで始めちゃったらどうなるんですか？崩れてきますよ、これ全部。横の家とか、うん、下の地盤が崩れちゃうってこと、ね、そう鉄の H コー立ってるでしょ。 H の形の、そうあれを俺ら打ってるんですよ。バーって来週建物建った後はあれは抜くんですか？最終的に抜きますよ。あ、工事をスムーズにやるための杭というか。そう、俺らはもうまだ1段階目。こっから業者、いろんな業者入ってくるんで、だから誰もいないでしょ俺らしかいないでしょ。冷てえこれ。冷てえんだけど。今からね、掘るんで、あの今ドリルついてる、あれで掘っていくんですけど、あの中が真空なんですけど、ホースつないであるじゃないですか、はい、最後掘り終わったら上げながらセメントを入れていくんですよ。で俺はそのセメント作ってるんですよ。杭をそのままズボってやってるんじゃなくてセメントで固めてるんですか？固めてる。だけど抜かなきゃいけないから、固めすぎちゃうと抜けなくなっちゃうから、だからそれちょうどいい配合でやってる。これが一番最初の、どこのこの辺の建物みんな建ってるでしょ、はい、みんな同じことやってる。自分家の住んでるところもみんなこういうふうにやってる。足元だけ、はい、はい、これだよな、これが貼ってます。
ちょっと待ってよ。アイスがどう？これが一連の流れ。だいたい1日12、3本とか14本。いい現場だと20本とか行きます。はい。さあ、ご飯ですよ、ご飯。ご飯は何ですか？今日パンですね。飯じゃないんで、この辺。テレビ見んで。テレビを見ながらってことですか？そうです。ほら、帰り遅いでしょ。だから夜のニュース間に合わないんですよ。ちょっとでもテレビ見とかないと、経済がどうなってんのかとかいろいろあるじゃないですか。ウクライナとロシアとかやってるでしょ。で、今ほら、日本の政府が、ウクライナにほら、復興の支援をお願いしてるんですけど、もしかしたらほら、日本人もウクライナ行くかもしれないし、仕事で。あったら行きますけどね。行きます、ウクライナ。あったら。結構バーっていきます。これ切断機なんですけど、これホームセンターで売ってる。これで1万2000円ぐらいかな。よく鍛冶屋の世界で田中ってあるんですけど、これ田中より吹くんだよ。ホームセンターのっていいっすね。よっしゃー、じゃあもうちょいで終わりなんで、片付けしてきますよ。くたびれたな、ほっと。今すんげー喉渇いてますね。今日も一杯目ビールいっちゃいますね、もうね。今日はね、今日はもうビールですよ。じゃあお疲れ様です。あー、うめっ。くー、これ。揚げ出し豆腐です。俺ね、揚げ出し大好きなんですよ。揚げ出しまずいっちゃいますね。いや、これもうプルプルしちゃってんじゃん、もうこれやば。うん、あっこ、これあっこ、あー、うまい。うまいけど涙が来ちゃって飲みすぎかな、俺。職人になったのはおいくつの時ですか？職人になったら16歳。高校行ってたんですよ。行ってたんですけど、僕3兄弟なんですけど、ばあちゃんに働いてくれって言われたんですよ。高校代が高いから。僕お母さん早い時に離婚しちゃって、親父と6歳ぐらいの時にもう離婚してて、ばあちゃんが高校代とか払ってたんですけど、自分の年金のあれで払ったんですけど、払い切れないから働いてくれって言われて、高校3ヶ月しか行ってないんですよ。だからもう腹くるしかないなと思って、もう16歳で、じゃあいいよ働くよって、で働いて、もうずっと職人です。ご家族はいらっしゃる？あ、嫁がいますね。初婚じゃないっすよ。バツ2っすね。最初の結婚は血筋っていうのを残したいっていう思いがあって、子供を産んでくれって言ったんですよ。そしたら自分の好きなことができなくなるっていう、お互いの価値観が違っちゃって、じゃあもう離婚するかっつって離婚したんですよ。おいくつぐらいの時ですか？26とかで飲み歩いたんですよ。そしたら次付き合う人と出会って、その人がまた嫁になったんですけど、すごい頑張ったんですよ、人工授精を。でも7年間全然できなくて、そしたら今度気づいたら浮気しちゃってて、向こう、俺その相手の男と会ったんですよ。で、俺はその時の嫁が向こうに行きたいと言ってるから、
相手の男にそっちのこと好きらしいから幸せにしてやってくれよっていう、 100% 幸せにしてくれるんだったら俺離婚するからって。そしたら 100% はって言うから、お前は男じゃねえなって言ったら向こう下向いちゃったんですよ。そいつも結婚しちゃうんですよ。ダブル不倫なんですよ。お前そいつとも離婚して俺も離婚するから、お前お互い一緒に支え合っていけばいいじゃないか、お互い全部縁切って一緒になれって言った。そしたらそれは無理ですみたいなことを言ったから、もう愕然としたよね。もう肩から落ちたもん、こいつかみたいな。結局離婚して財産分野も全部俺になったんですよ。だからこの金なんかも持ってるのがむしゃくしゃするなと思って、銀座飲み歩いてたんですよ。もう毎日キャバクラみたいなとこで毎日シャンパンもバンバンあげて、ドンペリとかいっぱいあげまくったら、そしたら今の嫁と出会ったんですよ。今の奥様のキャバクラみたいなところのキャバ嬢、その時はね、離婚して1週間で付き合って、そのまますぐ家買っちゃったの。あれだってほんと付き合って結婚して1年経ってないぐらい買ったんじゃないですか。今ご結婚されて何年目ですか。今2年。ね、喧嘩もやっぱしますけど、やっぱ俺は嫁が一番ですね。嫁はやっぱもう宝ですよ。あのね、俺結婚する前に何を一番してもらいたいって俺言われたんですよ。で俺は朝俺が起きる時間に起きてきて、行ってらっしゃいだけでいいよって。で朝どんな早い時間でも起きてきますよ。じゃあ今日我々外にいましたけど、あの階段で隠れてましたよ。え、ちょっともう見えないようにみたいな。ちょっと今日映っちゃうからちょっと階段に隠れてるみたいな。可愛いとこありますよ。これ個人差なんですけど、僕仕事中にそんな感じないんですよ。電話またかかってくる時あるじゃないですか。またお願いしたいんだけど、俺はその時に仕事の達成感あります。また次の仕事につなげられたなっていう。仕事なんかやって当たり前なの。ただ次の電話かかってくるか来ないかって、これだいぶ違います。だから俺は一個の仕事でやって全然満足しない。その時の仕事ができたっていうのは俺当たり前だと思って。次の電話です。次のアップ。これが積み重ねなければいいんですよ。ありがとうございました。いろいろアウトのこといっぱいあると思うんで、いろいろカットしてください。